あ、でねでね、今景気が悪いって話してたんだね。あ、悪いですね。そう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 。あ、でもしょうがないと思います。ストレス溜まってるんですね。別に私夢みたいなの別にないですし、私だって言っちゃいますとね、中の下ぐらいの女なんですよ、所詮。公園がだいぶ悪化しててもうダメなんだって。社長の娘の沢子、ほら東京に行ってた。病に倒れた父に代わりまして、娘の私、声が小さくて聞こえません。受注がどんどん減っていますね。残念ですね。すいません。頑張るしかないんですか。俺が死んだらこの川に骨撒いてくれる？しじみの栄養になるだろう。父さん、ありがとう。別に私なんて大した人間じゃないからさ。だから頑張るよ。来るなら来てみろ大福郷、その時は政府を倒すまで、倒せ倒せ政府。しじみの爆爪、しじみの爆爪、どれぐらい売れたんですか？2倍。はい。3倍。はい。